こんにちは、カンノです。今日もですね、オリジナルタオルを作りたいあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね差し上げると思います。ですね、それでよくこの頃、注文いただくマフラータオルの別注タオルのですね、マフラータオルについてのお話なんですけども、これのサイズなんですけどもね、だいたいですね20cm×110cm、幅が20の横幅110cm、ちょうどスポーツタオルの半分サイズになるんですけども、これがあのマフラータオルのサイズになります。これは規制のサイズになるんですね。で、当然別注で作ります。別注タオルなんで、折り上げることも可能なんですね。ということは幅のまあ20センチというのは着替え幅になりますので、これはまあまあ変えることはまあできないと思ったらいいんですけども、長さですね、これは110センチという規定を120にしたり130にしたり140にしたりっていうのも全然可能です。ただやっぱりね、ロットっていうか、その生産枚数、機械に生産して合う工場も利益が出るような状態というのは、大体やっぱ50ダースぐらい、最低50ダースぐらいあればその辺の長さのものも製作することが可能です。なのでですね、あのお決まりになったデザインと、あとそのロットですね、であとどのぐらいの予算があるかというのをぜひ我々にですねご相談いただきましたら、まあ、一番いい方法、まあ、これはプリントでやった方がいいですよとか、ひょっとしたらジャガードでねやった方がうまくいく場合もあったりします。なので、ぜひね、その辺、相談していただくのが間違いないかと思いますので、この後に出てますフリーダイヤルか、あるいは、私どもの方に、メールか、問い合わせフォームでお問い合わせいただくのが一番間違いない方法かと思いますので、よろしくお願いいたします。